就活生、ケイちゃんと学ぶ、日経新聞。損害保険ジャパンの白川義一社長、53歳は、中古車販売のビッグモーターとの不正請求問題に関して、不適切な対応をしたとして、辞任を決意した。ビッグモーターの不正行為が、損保トップの辞任に至った。辞任のタイミングは、後任への引き継ぎ完了後とされる。損保ホールディングスの桜田健吾会長兼 CEO は、公の場で謝罪した。損保ジャパンは、2022年に、ビッグモーターとの取引再開を検討。白川社長自らが、その判断を主導したことを認め、その判断を後悔していると述べた。取引再開の背景には、競合へのシフト懸念があったが、経営判断のミスを認めた。損保ジャパンは、1988年から、ビッグモーターと取引を開始。白川社長は、ビッグモーターとの取引について、対等な関係であるものの、取引の大きさから、現場での気配りが必要だったと話している。白川氏は、2022年4月に若くして、社長に就任。損保は、石川浩二が、新たに損保ジャパンの副社長として就任すると発表。白川社長の辞任まで、再発防止策の策定と、実行が進行中である。8日、岸田文雄首相、自民党総裁は、13日に、内閣改造と自民党役員人事を実施する計画を与党幹部に伝達したと明らかにされた。この動きは岸田政権の党内安定を重視する戦略の一環とみられる。茂木敏充幹事長と麻生太郎副総裁は今回の人事で続投する予定であることが注目される。茂木氏は自民党内で第3派閥のリーダーであり、麻生氏は第2派閥を率いる重要な存在だ。また萩生田光一政調会長と松野博一官房長官の名前も要職での起用が噂されている。特筆すべきことに、この2人は自民党の最大派閥である安倍派政和政策研究会に所属している。岸田首相は2024年の党総裁選を見越して党内の安定を最優先しているとの見解が示されている。岸田政権では今回の人事が2022年8月に続くものとしては2回目の大きな動きとなる。一方で岸田首相は現在20カ国地域首脳会議 G20 サミットへの参加のためインドを訪れており、11日午前に帰国予定だ。彼の帰国後、具体的な内閣党役員人事についての発表が待たれる状況となっている。中国政府と国有企業は iPhone をはじめとする海外製の電子機器の使用を制限していることが明らかになった。これは2020年からの中央政府の制限策が今年8月から地方政府や国有企業にも広がった結果である。中国政府は2018年頃から新総目録という推奨の IT 製品リストを作成しており、これに従い中央省庁では HP 製の PC が中国製に置き換えられつつある。中国の IT 市場の専門家は、党の方針が民間企業や一般消費者に影響を及ぼす場合、販売に大きな打撃があると警告している。 Apple にとって中国は重要な市場であり、2023年の第2四半期の売上の約 20% が中国、台湾、香港などの中華圏からだった。この制限に関する報道を受け、アップルの株価は約 6.4% 下落した。最後に、中国は10年前から Google などのサービスの使用を制限しており、一方米国もファーウェイや TikTok の使用に制限を設けている。この動向は経済的な安全保障を理由にした米中の覇権争いの一部として、企業活動に大きな影響を与えている。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録待ってます。今日も元気にいってらっしゃい。